お疲れ。お疲れです。何？はい。はい。猿渡りっていうやつ。来たよ。電話した。なんか YouTube ライブやってた。電話面接だけだったなこれ。いろいろあって頑張るって言って、よし分かったと。あ、びっくり価格で働いてるね。なん。そうですね。ちょっとぶっちゃけ、はい。びっくりが、まあ、そうやったら使ったらわーって言って、まあ、未経験だろ。はい。今前電話で髪の毛黒くしますって言ってなかった。今金髪なんですけど、行くまでには絶対やりますって言ってなかった。そうですね。ちょっと言ったんですけど。負けないんだ。あ、しゃしゃ。俺が暴力？結構です。暴力。結構です。暴力から生まれてきました。2歳でカツアゲしょって2歳でカツアゲだわ3歳ではもう猫つか、わしづかみしてもうバチバチしょった猫とでもYouTube で流されないもう5歳だったら痛くてやばいやばい、鬼畜もうそもそも多分使われんすよね使われんすよで、猿渡りそうです。あ、でも結構ハキハキしていいじゃん。今日ずっと仕事見とったけど完全な未経験、本当に未経験で、動画とか今まで見てきた中でこう呼び名とかいろいろ覚えたりとか。あ、そんなに、はい、あ、ちゃんとそんなに一度動画見とったんだ。もうずっとしてます。そう、痛い もう楽しみとったろこれ戦えるの。俺もいつか戦ってもらえるかなって。いや、正直、うん、結構楽しい。今日見とったらね、まあ、よう動いてるし、声も掛け合ってるしな。まあいいんじゃない。まあ、やめてもいいと思ってます。あのね、うちはまあ入ってカメラマンも来られないんだけど、まあうちはもう結構ウェルカムじゃないけど、まあ今はもうすごい募集来てるんでちょっと申し訳ない、謝ってるけど、毎日3人で。でもまあ本当タイミングと運が良かった。で俺もできるだけ喋るようにしようけど、もう一回電話して電話かったらもう喋らんとか、メール送ってもうフワーッとフェードアウトしちゃうとか。うん、でこっちはもうね、本当もうびっくりか。コンビニの店員ぐらいの給料出せてね。いやもうぶっちゃけそう。お前目見て言えよこれ。目見て言えよお前。ね、でもようやってる。やってますよ。お前らが給料まあ上げたってくれんちになったらまあ3ヶ月ぐらいでいいと。俺それ言ったもん、自分でやったら金をつかめよって。もう俺は本当に足やめてもいいよってさっき言ったな。別に足やめてもいいよって。俺は困らないし、お前らは困るかしらんけど、僕らも困らない。いつやめてもいい。困らん。お、あと新しいことです。また全く持って困らん。スーパーマン来るんだよ。そうか、あ、声がちっちゃいんだよ。はい、もうちょっと前で俺がでもう前に寄ってくもんね、どんどん。そう、まあミッチいじめるやつがおらんくなったもんね。ちょうどいいよお前みたいなやつ。で初めてじゃない、現物と喋るの。この間ドバリ一方的にいただけたもんな。あいつあっやったやつです。一発だ。あっちでピューって動かしてたから俺。あ、そうじゃない、こうやって初めてじゃない、絡むの。そうですね、こうやって話すのは初めてですね。どんな感じ、印象は。すごいおおらかな人って。こんなんだけど。いやいや、横暴な人じゃなくて。横暴だよ、お前。おおらか、なんかおおらかな感じするな。まあ、オーラが半端ないじゃん、よく言われれば。オーラかじゃないか、オーラが。オーラが、オーラがだろ。オーラが、てててみたいな。そうやつだろ。そう。かもしれない。いや、もうだいぶ疲れてきたんだ、お前。今日一日で疲れた。だいぶ偉い。本当に初めてだろ。はい、どれぐらい動いたの。結構動いてる。今日見てる感じ結構動いてる。全然動いてます。でも、うん、あ、でもやっぱ材料はまだ持てないね、全然。あ、まあ、まあ慣れてから。あ、材料持てんの。持てないですね。あ、そう。ちょっと材料対決やってみる。マンチカすげえ。まあ体壊さないよな。無理やすい。はい、ひらがき対決。まあでも無理やすい。はい、嫌だったよ会社ごと。いやいや会社ごとやめろ。でも僕が殴っても多分ヒョウにも勝てる。あ、ヒョウにも勝てる。あ、そういうこと。ヒョウどれぐらい勝てる。下手したらあのターにも勝てないと思うんですけど。でもこんだけやって、お前何年やっとんの。僕も9年ぐらい。9年ぐらい。寝かす、寝かしてやるの。下から取るの、まあ、軽から勝つの。それからじゃないですか。軽からいい。まあ、どれだけ5枚を軽く上げれるかみたいな。そうなのかって思って、5枚もいけないよ。いけないよ。俺が言ったけど、70枚ぐらい持ってあるってことだな。70枚。リストは
黄色いリフトまで言われた。黄色黄色いリフトまで。赤い彗星じゃないか。黄色いリフトまで言われた。じゃあ、まあ、何枚いけるんだ。じゃあちょっと楽しみようか。まずあれだよ、自分があこれぐらいはいけるわって数字で荒らしてみた。何枚いける。お前は何枚いける。3は絶対いけます。3いける。はい、まだちょっといけるわ。向き自分のスコア持ち方コツがあるじゃん。腰岩さん持ち方。ああ、そういうこと。こう引くやつが一番危ないな、うん、腰ひやひやってなるから。ひや、まあ、そう、引く動きが一番危ないで、下から上げるから十分腰踏んでやらない。膝落として、はい、でも3枚はできる。じゃあ4枚いこうわ。リュウちょっと待って、あこっち一回立てるか。そう、そうやって足を下ろしたら、うん、こういう運動が一番も腰弱す。もういくらすになるともう剥がれなくていいけどな。生まれ持って剥がれながら。剥がれのハートだから俺は。鉄より上だよお前。剥がれんなよお前。おっぱいハンマー当てるぞ。おっぱいハンマー。社長、おっぱいないです。何言ってるんですか。で、本当に変な持ち方するんだよ。はい。そうやって引く持ち方は危ないから。しゃがんで、そう。で、そうするとこの固定できるじゃん。腰は固定できるじゃん。うん、あ、そう。そういう持ち方の方が。おお。あれ誰も助けんもんな。あれ。まあ、ベトナム人なんかもうそもそもガッツが違うけどな。違う、こいつらもガッツがもう全然違う。でもこいつ結構ガッツありそうじゃん。ありがとうございます。頑張っとったじゃん、声出して今日な。あ、こいつなんかだっていたたもんな。みどりちゃんも言ってたもんな。なんか、え、本当はないとよ、初心者ですか。あ、まあ、最近動いてたしな、はい、褒めとったらそうかし。はい、リュウジはもうお前頑張る。お前5枚で僕っすか。うん、でもなんか全然いける。まあ4枚でどんだけ軽いところ。まあ1回見せられて顔が強い方が、僕は一時しゃがまないんですよ。ああ、そういうことだよ。おもちゃみたいな、おもちゃみたいな。レベルの差がつく。これちょっと立てかけようか。そもそも4枚は現場で運ぶ枚数ですか。4枚か、俺寝とる時ずっとこうやって4枚担いでみてたよ、ずっと。若い時。俺16から職人だったけど、4枚アンチ担いでこうやって寝とったから。ベタベタなんですよ。4枚担いでこうやって寝とった。すごい押しつぶされそうな。押しつぶされる。俺クラス。アンチが押しつぶされてた。朝起きたらまたもうリンゴみたいにクシャッて。愛想悪いですね。俺まだカメラ回ってんだね。まあ楽しみにしててください。まあやめるかやめんか、まあ大体3ヶ月ぐらいでね、まあ、残りはちょっと本物かな、まだ続くかなと思ってますけど、まあちょっとこいつ続きそうかなっていうのもあるし、応援しちゃってください。サルバタリね。まあ、ほんで、あと、あれか、足場班も YouTube 解説して、まあこれやってる時には1本ぐらい上がってると思う。今日撮ろうかと思って。まだ1本も上げてないけど、まあ早速チャンネル登録者が7800人で。で、収益は全部こいつらに作るんで、飲み代とか、またね、そういうね、ライブとかで使っていけないしな。まあ、面白いと思うんで、ぜひそっちの方も見立ってください。あとちょっと、まあ、宣伝になりますけど、求人道場。求人道場とは求職者と建設会社の紹介と、あと外壁塗装とお客さんの紹介のサイトを、まあ、リンク貼ってあるんで、そっちの方からも登録お願いします。で、外壁塗装の、例えば今も全国で募集になりましたんで、そっちの方の登録もお願いします。手出すんだからやったら俺。お前そんなに見とってよ、笑うの。お前絶対見てねえだろ、お前。何みたいな顔しとったら。この辺で見てたら、気持ちと思うよ、絶対撮っただろ、お前。なあ、絶対撮ったやつだよ。俺これやったら分かるだろ。そう見てなかったですよ、ずっとこっち見とったんだよ。なんか手出しちゃった。あれ、いや、これ、お釈迦様だったの。もうお釈迦様だったけど、もう頭生えちゃったんだよな、俺。頭生えちゃったよね。また見てねー。